はい、コナンです。今日プレイするのはあの妖怪ウォッチでおなじみのレベル5が近日中に配信を予定しているスマートフォン向けの新作アプリファンタジーライフオンライン、こちらをねやっていきたいと思います。今回プレイするのはまだベータテストバージョンなのでちょっと開発中のものになりますけども、ロールプレイングゲームですね。さあこの先へ。操作はね結構簡単、指一本でいきます。まあこの辺はねスマホの操作なんで、あと少しよ、気をつけて。お、キャラかわいいな。大丈夫、恐れないで。今私でもあなたの力を少しくらい引き出すことは。それ。できた。そう、あなたのその力なら。画面タップで武器を構えて、そしてもう一度画面をタップすると攻撃するっていうね、指一本操作です。まあ白猫プロジェクトとかね、そんな感じみたいな感じだよね。こうプニコンじゃないけど、こうタッチで動かしてタップで攻撃っていう。キャラが可愛いのはいいよね。よかった、さあ先へ急ぎましょう。結構アニメチックなキャラで、そしてもう少しよ、この先に目指す場所が。ここまで来たら、おなんだこれは。おっと、強そう。強そうかどうか分かんないけど、キャー、ボスキャラ来ましたね。ダメだ、そいつはおそらく今の君の力では。うー、せめて最後に、えい。君は一体。わかった。お、僕も手伝うよ。協力プレイみたいな。このゲームね、マルチでプレイすることもできるんだよね。さあこれはもう敵磨けてタップしていけばいいっていうね。画面の左上の方に HP ありますけども大丈夫です。強えな。まだね、あのマルチプレイ解放されていないのでシングルプレイなんですけども、早くマルチプレイもやってみたいよね。ぐるるるるる、いったね。まさかここまで現れるなんて。君がそうなのか。大丈夫かい。多分急に力を使いすぎたんだ。君のその力は。あの、どなたかいるんでしょうか。ごめん、僕は行かなきゃ。でも大丈夫、きっとまた。こんな感じで画面ちょっと斜め上から見た 3D みたいな。これはライフの女神像。グラフィック綺麗だよね。はるか昔ライフというものをファンタジールにもたらしたと言われている女神様の像です。おい、いけそう、いけそうよ、だいぶ力が。よーし、なんでしょう。えい、お、なんか来たぞ。かわいいな。でもふう、やっと出られたわ。もうだいぶ長いことこの女神像の中にいたから肩凝っちゃって。
そうね、手始めにスターの像を復活させてみるのがいいかもしれないわ。あれがスターの像よ。おお、なるほど。あの、でもステラ様、復活といってもどうすれば。お、はじめまして、神様代理スタート。なるほど、あのクエスト方式だよね。ミッションをこなして報告していくっていう。マスターが到着する前に召喚をしてみましょうか。なんだ召喚って、召喚ですか。そう、コナンは神様代理としていろいろな力を使うことができるの。その一つ、それが召喚よ。おっと、仲間召喚と装備召喚。まずは仲間召喚をしてみましょう。一回召喚。なるほど、ライフジェムを使うと召喚できる。まあ分かりやすく言えばガチャだよね。ここがあの課金要素というところでしょうか。このゲームは一応基本プレイ無料ということなんで、まあアイテム課金、このガチャで課金していくというスタイルなんでしょうね。まあそのあたりは他のスマホゲーと同じという感じですね。おお、スターレア獲得、四つ星。これはレアなのかよくわかんない。多分五つ星ぐらいあるんでしょうね。なんか今回だけ特別になんか4回引いてその中から1体選べるみたいな仕様になってますね。まあこれは多分テストバージョンだからっていうのもあるんじゃないかと思いますけども、一応このゲーム最初の案内だと4月中に配信開始ということだったんですが、もう4月も最後ですからね。4月中の配信はないでしょう。まあその代わりと言っちゃなんですけど、このベータテストが行われたという感じでしょうかね。まあベータテストの結果がそんなに問題なければ、まあ早々にねリリースされるんじゃないかと思います。まあでも分かんない、レベル5に関しては分かんない。あのリリースと言いながら結構半年とかね経っちゃうことはよくあるので分かんない。まあそれだけ結構完成度高めて配信するということなんでしょう。スターレア四つ星出るね。さあ五つ星とか出てくれたらね非常に嬉しいんですけども、一応このゲームはなんかその冒険の他にもあの仲間と暮らすビレッジ、まあ村だよねを作ったりできる。そしてなんか最大4人でマルチプレイができるということなんで、まあ、結構やり込み要素はあるよね。このファンタジーライフってどうなんだろう、どれぐらいの人が知ってるのか分かりませんけども、まあ、2012年にあの任天堂 3DS で発売されましたよね。まあその時に、まあ、約30万本売れたってことなんで、まあそこそこヒットしたっていう感じでしょうか。妖怪ウォッチがミリオンセラー、まあ、100万本とか言われてるんで、まあ、そこまではいかないけど、まあ、でも30万本売れれば結構 みんな知ってるヒットしたゲームと言っていいんじゃないでしょうか。そして2013年にはファンタジーライフリンクっていうね、あの、まあ、これも Nintendo 3DS のゲームなんだけど、まあ、通信プレイメインのやつも出ましたよね。で今回は、まあ、スマホ版でまあ、新作ということで、まあ、パワーアップして出たということで、まあ、結構ねこのゲームはあのネットワークでマルチプレイが面白いんで、まあ、スマホとの、ね、相性はいいんじゃないかと思います。まあ、3DS 版もちょっと僕はあんまりやったことないんで分かんないんだけど、さあ星の記憶、そこには古い神代の記憶や世界を救ったりという英雄の記憶もあったりするわ。つまりその記憶を呼び出して再びファンタジールの中に具現化することができれば、強力なライフの武器や防具として召喚することができるってわけ。ただ星の記憶はファンタジールに限らず無限とも言えるほど存在しているから、
何が具現化されるかはやってみないとわからないのよね。まあガチャだからね、うまいこと言うよね。そうなんだよね。まあでもほら、物は試しって言うじゃない。コナン、まずはやってみましょう。装備ガチャ行きましょうか。一回召喚行きます。キャラガチャと武器ガチャがまた別っていうのもなんか、まあよくあるスマホのゲームのパターンですよ。どうなんだろう、この後で白猫プロジェクトとかちょっと意識してたりするんかな。さあどうだ、この辺のなんか演出はモロガチャというよりはちょっと面白いね。スターレア獲得です。まあ喜んでいいんでしょう多分。おお、なんだこの演出は。おお、スターレア獲得です。まあ四つ星しか出ないね。さあどんどん引いていきましょうか。まあこのゲームね、一応レベル5のあの日野さんがプロデュースということなんですが、まあパブリッシャーがレベル5で、開発自体はまあブラウニーブラウンとハンドが担当しているっていうことですね。まあ前作のファンタジーライフからその辺は同じなのかな。さあガチャどんどん引いていきます。それにしてもキャラクターデザインかわいいね。おお、四つ星スターレア獲得です。パンサーアロー、ちょっとねこの辺の武器の使い方ちょっとよくわかんないんだけどね、まだね。特殊効果とかあるね。そしてタイプがあるね、風タイプとか。コナンさん、なかなか素敵な装備を召喚できたみたいですね。はじめにしては上出来じゃないかしら。今回は私の力を使ったけど、願いの石ライフジェムを集めることでもっとたくさんの仲間や装備を呼び出すことができるから、頑張ってねコナン。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。